はい、こんにちは。クレッチョチャンネルです。本日も神々解説でお送りしますが、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、本日は超簡単攻略法、デカ長ぬいぐるみというタイトルでお送りしていきます。それでは、参りましょう。はい、ただいまプレゼント企画実施中です。締め切りは11月11日ですね。こちらのサムネに詳細ありますのでご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、本日はね、大きくてね、長い景品のね、これこうお見せしていこうかと思います。でね、まずはよくね、これラウンドワンさんでね、よく言ってるこのサメですね。サメ、いつもね、横長の景品でね、よくビッグがね、登場するんですが、こちらの攻略法ね、見てください。今、一撃でまさかのシールド乗っちゃいましたね。すいません。解説する間もなく、チャンスタイムです。というわけでね、ここからです。ここからね、まずね、下半身を引っ張っていこうかと思います。この尾びれ、ちょうどね、こう、Y の字ってなってるんですかね。そこをね、奥アームと手前のアームで2本で引っ張っていきます。さて、どうでしょう。これで、こい。今ね、結構ね、いい感じに引っ張れております。パワーもありますしね。で、アームサイズもちっちゃいんで、結構高さも出てね、いい感じに引っ張れるんですが、ちょっとね、反応自体が悪かったですね。というわけで、もう一度行きましょうか。手前アームを、これ残念。ちょっと、尾びれの真ん中に入っちゃいましたね。さて、どうでしょう。まあ今のは失敗ですね。ですがね、景品自体はね、ちょっと、フィールド中央部に向いたんでね、それはそれで OK としましょう。というわけで行きましょうか。今度下半身につまみ寄せます。奥アームと手前アームを、この尻尾の付け根ですね。で、ここからその2本で引っ張ってくるか、サードだ、ほい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 。まあまあまあ。少しね、これね、フィールドのボールがね、若干こう凹んでるんですよね。なのでね、若干引っ張りがね、甘いというかね、この坂道を登っていかないといけないんでね、これね、こういう場合はね、スタッフさんに相談してね、下をきれいにしてくださいって、伝えてください。するとね、すごい変化か、動き変わりますんで。はい、というわけでね、これ、高確率ゾーンでタグを狙ったんですが、これ入ってるように見えますが、残念ながら失敗ですね。はい。惜しかったです。はい。というわけで、今度、もう一度つまみ寄せいきましょうか。ちょっとね、タグがね、体の奥に隠れちゃったので、とりあえずは、つまみ寄せでね、また狙っていこうかと思います。さあ、どうでしょうか。奥アームと手前アーム。これですね。ここは完璧です。このアームコントロールが完璧なのですが、あとはいい感じで反応。ほい。おーっと、だいぶ来てます。ただね、これね、やっぱ重心としては頭なんですよね。なのでね、ここからね、クロリーパーするには、ね、若干まだ早いんで、もう一度いきます。まあね、長い景品はね、このままね、つまみ寄せてしまえばね、攻略できることもあるので、さあ、どうでしょう。はい、今の反応に嫌われちゃいましたね。はい、というわけでね、ここもクルリンパでね、下半身を無理やりね、シールドを内側に入れていこうかと思います。まあ狙いとしてはね、とりあえずね、この尻尾をね、シールド内側に入れてね、もうその次あたりで攻略していこうかと思うんですが、さあどうでしょう。すくい上げてきて、尻尾が引っかかっている。奥アームに今完全に引っかかっておりましたね。はい、奥シールドですね。すいません、奥シールドですね。はい、というわけで今度はね、奥アームでタグ狙っていきます。ちょっとね、景品がね、奥に行き過ぎてるんでね、一旦タグかけてね、景品を手前に引っ張ってこようかと思います。はい、これ、ちょっと見にくいですが、ずっぽしです。さて、ここからどういった反応、まあそんなもんですね。そんなもんです。はい、本来であれば全然平行移動でもよかったと思います。はい、というわけでね、これ、残念ながらね、つまみ寄せは厳しそうなんで、今度はね、タグ狙っていきましょうか。フィールドがね、もう少しまっすぐね、綺麗になっていたらね、全然つまみ寄せでもいけたんですが、まあ、とりあえずタグがいけるときはタグ狙います。はい、というわけで、高確率ゾーンでずっぽし決まりました。さて、ここからどういった反応を見せてくれるでしょうか。来た来た来い。はい、無事に、マッチョが超長景品をタグかけてゲットです。はい、リプレイで見ていきましょう。やはり来ましたね。これね、パワーは問題なかったですね。そしてアームサイズもちっちゃいタイプなんでね、ここからタグかけて引き上げてきます。するとね、アームがね、短いんでね、景品をより高くまで持ち上げてくれます。なのでね、この長い景品でもね、しっかりね、シールド、ここですね、もうシールド内側に入っておりますのでね。はい、というわけで完璧ですね。というわけでこの景品、タグかけていきます。もしくはね、下半身、引っ張りでもね、全然攻略できると思うんで、もし皆さんよかったら真似してみてください。というわけで、丁寧ゲットです。はい、というわけで続いてこちら、青。
濃い青を狙っていきましょうか。先ほど言ったようにね、まずはとりあえずね、下半身狙っていきます。はい、理由としてはね、先ほども言ったんですが、下半身振るとね、あの伸びてね、引っ張れるのと、あとね、タグっていうね、この2つの攻略法があるんですよね。なので私これ下半身を振っていきます。はい、というわけで1つ目は間違いないですね。これね、先ほども同じような反応だったんでね。でね、今度先ほど違うのは見てください。この腰のあたり、タグ丸見えなんですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけでね、行きましょうか。ここでね、失敗だけはしたくない、一撃で決めたいところ、スタートでしょう。はい、決まりました。これストップズポシ決まりましたよ。さて、先ほどはタグ掛けでゲットできたので、今回もおそらくできるとは思うのですが、来た来た、もう完全に飛び出し口。はい、マッチョが無事にタグ掛けでゲットです。リプレイで見ていきましょう。まあやっぱね、先ほどと同じような反応を見せてくれましたね。はい、というわけでね、この景品タグ掛けると本当簡単です。そしてね、行ってみはね、下半身を振るというね、あの長い景品あるあるですね。まずはとりあえず横にねしてしまうというね、横にしてしまったら、ね、あとはつまみ寄せるだけなんで。はい、というわけで最後はタグ掛けで簡単に2手でゲットですね。でこれもね、フィールド中央部にしっかりおるんでね、外れた感じでそのまま取り出し口に落ちてきました。はい、というわけでね、いいね、びっくりした、トマトチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで続いてはこちらのロングクッションいきましょうか。こちらの方がね、よりね、あのその引っ張るというね方法であの攻略しております。なのでね、またこちらもご視聴よろしくお願いします。でね、ロングクッション、先ほども言ったようにとりあえず横を向けましょう。長い景品はとりあえず横を向けてください。でね、とりあえず横向ける方法としてはね、手前か奥、どちらか好きな方を適当に寄せてみてください。で、あとは反応の運次第ですね。今、私はね、あの好み的にあの手前を振っていこうかと思いました。でね、そのなぜ手前を振ってかというとね、手前はね、ガラスズリズリという攻略法があります。私大好きなガラスズリズリ。ということで、ね、とりあえずあの手前を振っております。ただね、あの景品がね、の方がね、シールド側にね、こう傾いていた場合はね、もちろんそっちのシールドに近い方をより振っていってください。はい、というわけでね、ここのね、このクッションの鬼門はね、いかにこの角度をつけるかっていうところなんですよね。なのでね、正直ね、別にこの端っこを持った方が角度はつきやすいんですが、正直どうでもいいです。本当に本当に真ん中を持ってね、なんかイレギュラーな動きでね、こう横になったりね、奥を持ってねとか、そういうのどこでもいいです。とりあえず横にしたいんですよね。ですが私の今のプレイではなかなか横になってくれません。はい、なのでね、ここをね、難しいんです、これが。はい、なので逆にね、初期位置が横を向いていた場合、絶対プレイしてください。すぐ行きます。はい、さて、そろそろ横になってほしい、角度がついてほしい、この今日この頃ですが、さあ来い。なかなかね、でね、なぜこれ角度がつかないかというとね、アームサイズちっちゃいんですよ。なのでね、こう寄せることができないんですよね。でね、アームサイズが大きい時はね、もうゴリゴリに寄せちゃってね、その一気にこう、グンとね、締まる力でこう、景品をね、斜めにする、できるんですけどね。はい、というわけで今度はちょっと奥に狙ってみました。手前はちょっと届かなさそうなんで、奥を狙って、さあ、ただここで角度がつくか？なんか、奥に行ったり、手前に行ったりって何回もしておりますね。はい。というわけで続いて、今度は手前行きましょうか。ちょっと手前ね、少しだけこう、カクッとついてますよね、手前にね。なので手前を持って、その、これもギリギリです。右アームをギリギリに寄せながら。さて、あとはここからですね、ここからどういった反応を見せてくれるでしょうか。角度ついて、引っ張って、角度ついて、引っ張って、ああ、いいです。これです、これです。これをしたかったんですよね。はい。というわけでね、このままね、あの手前をね、引っ張っていこうかと思います。で、で来るとね、この景品、まあまあ安心です。なぜかというとね、チークを持ってるとね、暴れないんですよね。あの、持ち上がったとしてもね、見といてください。奥、景品の奥側。フィールドがね、ズリズリが、ズリズリしかできないんですよね。もう空中に浮かないんですよね。なのでね、あの、まずひっくり返ることがないんですよ、これ。なので、もう横にしてみた、してきたら、もう私たちの、私の位置ですね。というわけで、ここをつまみ寄せていきます。もうあとはね、左側を、どん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 つまみ寄せる感じですね。で、ここで左肩上がりに上がって、下半、あの、下を、支点に、こう、ボイーンですね。はい。いきました。はい。というわけで、もう一度行きましょうか。もう一度つまみ寄せていこうかと思います。ここね、クルリンパなんか絶対しないです。ください。あの、長い景品あるある、特にクッション系で、ね、クルリンパ難しいです。ね、理由としてはね、角をね、掴んじゃうとね、こう逆に力が引っ張ってね、あのかかってね、引っ張ってしまうんですよね。ここでもね、見てください。これももう、クルリンパいけそうなんですが、もうそのクルリンパやめてください。はい、そのまま同じように寄せていきましょう。つまみ寄せていきます。
はい、というわけでここもね、奥アームと手前アームを景品にかませながら、さあでしょここ、ちょっと手前アームが景品に刺さったぞ。さてどういった反応を見せてくれるでしょうか。はい、無事にマッチョがつまみ寄せでゲットです。リプレイで見ていきましょう。まあね、手前アームね、少しね景品刺さっちゃった、正直これミスっております。ですがね、もうパワーでなんか物を言わせてた感じありますね。もうちょっといつもね、景品自体、アームをね、寄せてる状態になっております。取り出し口丈夫なんでね、景品をグーグーってつまみ上げてさえ、もうこの状態ですね。ここの時点でもうね、アーム本体取り出し口の内側におるので、もう景品を離したとしても、そのまま、ハンドでゲットですね。というわけで、こちらも1000円か。はい、まあまあね、1000円となるとね、原価なのでね、はい、私は買ったかな。というわけで、いいねと思ったらチャンネル登録、お待ちしております。はい、というわけでね、攻略法分かりました。そのね、攻略法分かった時にね、必ずもう一度プレイしてみてください。はい、ちょっとね、お金はかかっちゃうんですがね、この復習っていう意味で、ね、2回必ずしてください。で、私は必ず2回やります。はい、で、1回ね、攻略法が分かった上で、次、じゃあどう狙おうかな。あの形にすればいいよねっていう感じでね、その復習をしてください。で、見てください。今、1個目で、角度、手前少し向きましたね。はい、というわけで、このままね、手前をね、角度を引っ張っていこうかと思います。ただね、この1個目で角度がついたのは、正直運な部分もあります。はい。中のね、景品の、落ち方だったりね、微妙なその違いで、いい感じです、いい感じで、これですね、つまみ寄せきましたね。はい。というわけで、私の大好きなガラスズリズリなんですが、これちょっと手前に来すぎたので、平行移動お願いいたしました。はい。というわけでね、見てください。これ、隣でね、ちょっと社員さんの方がね、設定してるんですが、この社員さんにね、平行移動お願いしたらね、ここまでしてくれました。はい。ということでね、私の行きつけのね、店舗さんでは、社員さんでもね、平行移動してくれます。はい。というわけで、ここでそのまま、社員さんの目の前で、クッションを、で、リプレイで見ていきましょう。まあ、もう半分落ちてますからね、これね。こんなもんはどうしてやっても落ちます。ただ、手前アームがね、若干まだね、景品刺さっちゃいましたね。本来であるとね、やっぱしっかり景品のね、下側にザクって入れたいんですがね。まあ、ここも先ほどと同じようにね、パワーでつまみ寄せた感じがありますね。で、ここでシールド内側もう入っております。というわけで、落とせば、下半身重心にこうね、ぐるん回る感じでしたね。はい。というわけでね、攻略法分かったら300円でいけます。という感じでね、やはりね、練習がてらね、2回、3回と狙ってみてください。はい。というわけでね、本日はね、でっかくてね、長い景品の攻略法をお見せいたしました。まあ、意外とね、見た目はね、大きそうなんでね、難しいかもしれませんがね、やってみると意外と簡単です。簡単に言うと、どちらか片一方を引っ張り続けてください。そのうちゲットできます。はい。というわけでね、ここで今週末、真似してみようかなと思った方、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。それでは、この辺でお別れの時間です。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。